あのですね、発表があります。ちょっとですね、このエクスカリバーのサイドポンツーンにですね、 F1 でいうサイドポンツーンの部位にですね、ほくろ的なものができまして、で近年ですね、ビッグになってきたわけですよ。だいたいね、2ミリ3ミリぐらいになってきて、やっぱ調べるとメラノーマってあるじゃないですか。ほくろなのか悪性の皮膚の腫瘍っていうのあるんですよ。だから気になるでしょ。もうで、見に、昨年の年末見に行ってもらったら違ったんですよ。結局はほくろが大きくなってるだけですと。手術2月にしましょうってことで、昨日がその日だったんですよ。もうね、すごいね、なんか個室みたいな、ちょっとカーテンシャッてやる感じのとこなので、なんか看護婦さんがシャッてきて、消毒しますんで、寝てくださいって言って、わかりましたって言って、なんか緊張して俺うつ伏せに寝てもうて、こうやってお尻じゃないです、お尻にあるんですかほくろはね、違うでしょって言って、なんか諭されて、すいません、じゃあ、仰向けにならしてもらいますっていうこと、仰向けになるでしょ、こうやって。ほいで、なんかこうチュッチュッってやってもらうんやんね。うわ、なんか嫌、なんか恥ずかしいやんね、そういうのって。でちょっとこう緊張からか、エクスカリバーがなんか縮こまっとって、青紫みたいな感じで、パッと見たらミョウガみたいな、そんなね、色ツヤしとったんですよ、やっぱで、なんか終わって、でじゃあお待ちくださいって、またシャッてなんか行くんやけど、でそのまま待っとったら、なんとなく向こうの方の看護師のたまり場あるやろ、おそらくそこからなんかわからんけど、失笑と談笑が聞こえてくんねん、なんか何その談笑の感じ、腹立つな。もうほら、もう先生登場ですよ。はい、じゃあやりますからね、もちろん麻酔するんでね、チクッとするんで痛いですからね、はい、じゃあ、寝てくださいね、はい、じゃあ麻酔いきますよって言ったら、先生痛いですかって言ったら、それは麻酔ですから、針が刺さりますから、あなたの陰茎に針が刺さりますから痛いですよって言われて、いや先生あんまり陰茎にって針って言わないです、あそうですね、ただ陰茎に針がガッて刺さるんで痛いですけど、すぐに痛くなくなりますんで、なかなか普段そういう刺激を受けない場所ですから、陰茎に針が刺さると痛いですからで、先生陰茎に針っていうのやめてもらっていいですかって、あすいません失礼しました、それじゃあ、陰茎に、針を刺していきますからねって言われて、死ぬも痛い痛い、怖い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 、おで、じゃあチクッと、刺すときチクッとしますからねって言われてたのね、わかりましたって言って、もう覚悟決めて、こうやって力入るやん、ギュッて、で、行きますよって言って、あー怖い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 、はーい、チクッ、ドゥドゥルドゥ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 って、先生がその麻酔の薬が入ってく時の音の表現を、動物をあやす時みたいな感じで、ドゥルドゥ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 、もうそれ聞いて笑うてもうて、何やそのドゥルドゥ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 っていうのは。もうそしたら知らんうちにやっぱ感覚がすぐなくなって、はいじゃあ分かりました、じゃあそこから手術させてもらいますって言って、ちょこちょこやってもうて、それで、はいじゃあ風岡さん終わりましたからね、じゃあ今でかい絆創膏だけ貼っておくので、お風呂は今日入らないように、わかりました、ありがとうございました、意外と早く終わるんやな、ものの3分ぐらいですよ、やっぱりお薬出しますんで、もらって帰ってください、あとじゃあパンツ上げて帰ってくださいねって言って、看護師と先生出て行って、でもまあこういうことっていうのは大丈夫ですからね、よくあることなんで恥ずかしいことじゃないんでねって最後先生が言ってくれて、あちょっと恥ずかしかったけどよかったなと思って、ほいでシャッてカーテン閉めて出てかはって、看護師と先生があよかったなってパンツ上げて、そしたらなんか向こうの方からその嫉妬してくれた先生が看護婦となんか大爆笑で手叩いとるのだけ聞こえるっていうお前絶対笑っとったやろ向こうで、何が恥ずかしくない、大丈夫や、向こうで絶対笑っとったやろ今俺のこと